はいえー、今日からバイオインフォマティックス今回はあ配列情報の話をしますが、えー、とバイオインフォマティックスの中には配列情報だけではなくて、えー、構造の情報であるとかうんあとは相互作用の情報であるとかあタンパク質とタンパク質でどういうものどのペアで、えー、くっついていくかっていう、まあ、そういうような情報とか。 あとは薬との相互作用の情報であるとかあいろんなあ情報があ最近は取り扱われていますので、えー、と配列情報だけではないです。でし,まあ、しかも、えー、と最近はあ計算機がどんどん発展してますし、えー、計測情報計測の、えー、方法っていうのも発展しているので。 えどんどんバイオインフォマティクスというものも様変わりしていくと思われます。まあ、だけどもっ、えーえー、とバイオインフォマティクスというふうに言うと、えー、イメージとしたらあ配列情報の解析遺伝子情報の解析ゲノム解析というのが割と主流ではあるかなと思いますので、まああのー、まずは配列の情報についての 話をしていいこうと思いますで、えー、今回は、まあ、生物の配列情報ということで、えー、と DNA の話からしていこうと思いますがあ、まああのー、遺伝情報、えー、と親と子が似てますねとか兄弟が似てますねとか、まあ、あそういうふうな、あのー、親から子に伝わっていくような情報っていうのはどういうふうに 伝えられるのかっていうのをまあ,あの昔から、えー、研究されて考えられてきたわけですけどもまあ現代ではそれがあその元になる、えー、遺伝子っていうものがあってその遺伝子の正体っていうのは分子でいうと DNA であるっていうのは、えー、割と、えー、中学生でも小学生でも、えー、知ってそうな。 テレビのコマーシャルとかでも DNA という言葉がまあ聞かれるんですけども割とみんなよく知っている情報になってきています。だけどもまあこの遺伝子から、D、遺伝子がの正体が DNA であるっていうふうなことが分かったのはまだ分かってそんなああってないえー、まああのアベリ アベリーーーのの実実験験であるととかかハーシーチェイスの実験とかこういうもので、まあ、教科書に、ね、よく出てると思いあー高校の教科書とかにはあったかもしれないんですけども、まあ、こういうようなものを介して、まあ、DNA というのがどうやら遺伝子というものの本体であろうということが分かってきたわけです。で、えーとまあ、それを、えー、生物を 顕微鏡で眺めたときにこの DNA というのはどんな形をしているかというと、まあ、染色体というものの中に、えー、含まれて入っているということも現代では分かっています。であと、えー、ゲノムっていうふうな言葉がよく使われるんですけども、まあ、全遺伝子情報ということでゲノムって書いていますがえー 遺伝子一個一個を調べるのではなくてこの染色体に載っている情報をガサッと全部持ってきてどういうふうな情報がこの中に入っているのか遺伝子の情報を一気に調べてしまうっていうふうなことをその相対ですね一個一個の遺伝子の集まり全部のことをゲノムっていうふうに言うわけです。 で、えー、そういうまあ大事な情報を持っている、えー、DNA ですが、その、えー、DNA の構造というのはどうなっているかというと、まあこういう二次らせん構造をしているということがあ分かって、えー、います。で、これを発見した人たちがまあワトソン・クリックっていう、えー、有名なあの科学者ですけども、まあ1962年にノーベル賞を受賞した。えー 研究の対象になっていますでこの、えー、今らせん構造っていうのはこう、えー、一重一本の、えー、黒線で描きましたけども実際はここはあー二重の、ね、DNA になっていると二重,二重の、えー、鎖になっているということで、えー、二重鎖二重差っていうふうなものでこうらせん 構造が組まれていいるとでこの DNA っていうのはじゃあ実際はどういう分子の構造をしているかっていうことをちょっと、えー、知っといてもらいたいなと思うのでその話を今日はしていきますが、えー、とまず基本の構造としたらあーリン酸と塩基っていうふうなこういうふうなあの形でできているっていうのがこの DNA の、えー えと基本材料になります、えー、この、えー、リン酸と、えー、塩基でこういうふうに組まれたものを、えー、デオキシヌクレオチド、まあ、DNA のこういう、えー、素材ですね作る一個の素材のことを、えー、デオキシヌクレオチドというふうに呼んで呼ばれるものでできています。 でこのデオキシヌクレオチドっていうのが1個のモノマーになって、まあ、リン酸糖塩基リン酸糖塩基っていうのでこの糖とリン酸の間に、えー、共有結合を1個作ってこういう長い鎖を点点点とこういう長い鎖を作っていきます。でこの長く連なったあ鎖は、まあ、ポリマーって呼ばれるわけですけどもこれは。あ なんて呼ばれるかこのデオキシ・ヌクレオチドが連なったこうポリマーを何て呼んでいるかというとデオキシリボ拡散といいううふうに呼んでいます英語で言うとデオキシ・リボ・ヌクレイク・アシッドでその頭文字のところにある DNA というのをとって DNA という略称になっています。 でこういうふうに1、えー、列にずっと長く連、えー、なっている、えー、ものを、えー、一重差の DNA うう、えー、ま,まだ2本に二重差にはなってないわけですね。まあ、ただこの、うん、一重差の DNA がどうできてるかというのもすごく大事なので、えー、もう少し細かく見ていこうと思います。でこのリン酸塩 リン酸糖塩基っていうこの3つの組がどういうふうにできてるかっていうのをもう少し分子レベルで見てあげるとえまずあの大事な核になるところがこのえと糖の部分ですねえまあ一見リボースっていう糖に見える糖が使われていますでここにえ酸素,え炭素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  1>, 1個ここに飛び出した炭素っていうのがあってまあこれで五印管を作って炭素が1個外に飛び出したような糖を使っています。まずえまあこれはまあ非常にリボースに近いんですがリボースじゃないところが1箇所あってそれはえあと,えとあそ,うだその前にまず炭素の番号ですねこの酸素の横から1番2番3番4番5番というふうに炭素の番号がついています。 でその中のこの2番の中二番の炭素についている、えー、のは HH っていう,こう2つの、えーえー、鎖が即座が出てるわけ HH っていう即座になっているわけですけども本来リボースっていうのはこの1個があー、えー、と OH になっているのがリボースです。だけど酸素が1個取れて OH じゃなくて H になってしまっています。 なので酸素が取れたリボースですということでこの糖のことをデオキシリボースというふうふに呼びます、まあ、このデオキシリボースっていうのがこのデオキシヌクレオチドのこのデオキシのところにの名前の由来になりますで、えー、とこの2番のところが、まあ、そういう名前の由来があって でえー、と最初の1番のところからはここに、えー、と塩基がくっつくその大事な場所になりますこの1番の場場所所は塩基をくっつけてる大事な場所になにります1番2番3番とあったらこの3番のところっていうのの、えー、OH が横のリン酸とくっつくための鍵になる、えー、OH になってここも非常に重要な場所です。 で4番の炭素5番の炭素っていうふうに続くわけですがこの5番の炭素にリン酸がついていて、えー、鎖になっていく時はこの3番のところの炭素と5番のところの炭素を目印にして考えることが非常に多いので 5'3' っていうふうな名前っていうのは そういう意味で非常に今後もよく聞かれる番号なんですけどもその 5'3' の由来は何かっていうとこのデオキシリボースっていう糖の 5' がリン酸をつけていてこの 3' の OH とリン酸がこう重合していくことで長い鎖ができるそういう意味で 5'3' の 等っていうのは非常に重要なポイントになってくるというそういうところそういうことがあります。でこの三ダッシュのところの O H とこのリン酸がどうやってくっつくかというとこの O H マイナスが、えーえー、と取れます。まああのマイナス電気こと O H で、えー、O H マイナスが取れる。でそしたら残りのところにこう共有結合が、えー、この三ダッシュを とリン酸のところでここに共有結合ができるとでそういうことでつ,、えー、つながっていくことができますまあ,あのここもともと OHOH、えー OH、っていうふうにリン酸も、まああのーえー、とプロトンが水素が外れる前は水素イオンが外れる前はあ H があったので、まあ、その H があったと思うとこの H と OH で HO が抜けていく脱水重合とっていうふうに。 考え,る考えててももらっいいいかもしれませんいずれにせよ、えー、とここの3ダッシュのところとリン酸が、えー、重合して、えー、直接共有結合を作ることで長い鎖があできていくポリマーができていくということになります。そしてその、えー、鎖のつながりっていうのはリン酸5ダッシュ炭素3ダッシュ炭素リン酸5ダッシュ炭素3ダッシュ炭素点点点点点っていうふうに つながっていくものになります。でえっ、ー、と次に、えー、まあ先ほどの、えー、話で一重の鎖がどうやってできていくかっていうのが分かったと思いますがじゃあ、えー、次は二重の鎖がどうやってできるかっていう話をしようと思います。えー、これはあまあ先ほどの一重差の構造を2つ並べてもらうと 5' から 3' の方に。 えー、リン酸糖リン酸糖リン酸糖っていうふうにバーッと 5' から 3' 側に向かって伸びていくとそれに対して、えー、と向かい合うように 3' の方から糖、えー、リン酸糖リン酸糖リン酸まあ反対から言うとリン酸糖リン酸糖ですね、まあ、うんと 5' から 3'3' から 5'、まあ、そういうふうに、えー、と向きが違うものがこう並ぶ。 向かい合って並んでいるわけなんですけども、えー、この塩基同士がお互い向かい合うように並びますそしてこの塩基同士この塩基同士の間に水素結合が形成されてここの結合が比較的非常に強くなっているということになりますそうすることでこういうふうな2本の鎖 2本の鎖がまるで1本の鎖のように振る舞うようになるとこれが DNA の二重差っていうものの正体になりますそしてこの塩基と塩基がこう作っている水素結合で作っているこのペアのことをワトソン・クリック・ペアワトソン・クリック・ツイっていうふうに言いますでこれで二重,二重差の DNA ができます で、えー、とこの塩基っていうのが、まあ、あともう少し、えー、大事なポイントがあるんですけども塩基は、えー、実は4種類しかありません ATGC っていうふうに略されますで A は何かっていうとアデニンの頭文字の A ですでチミン T はチミンの頭文字の T ですで G はグアニンの頭文字を表しています シシは C はこのシトシンの頭文字を表していてこの4種類の、えー、と塩基で、えー、ここのお塩基の部分が構成されているということになります。でこういうふうなワトソン・クリックペアっていうのはどういうふうにできているかっていうとランダムに相手を選べるわけではなくて 必ずアデニンに対してはチミングアニンに対してはシトシンというこの AT の組み合わせ GC の組み合わせこれ以外にはないということになっていますつまり 5' から 3' もうちょっとこれを簡略化した絵を描きますが例えば ATC g っていうふうに並ぶと A の相方は TG の相方は C t の相方は a c の相方は g ということで必ずこちらに対応するような文字の文字がここいうふうに並ぶというようなことになっていますこれが DNA の二重らせんの構造になりますで,な,んでなぜこの a に対して t なのか g に対して c なのかっていうのは あの分子の構造を見ればあすぐに見えてきます。で、えー、ここにえっ、ー、とリン酸があって五ダッシュ、えー、でここにリボースがあってでこの一ダッシュのところからアデニンが出ています。この絵の場合はここにアデニンが出ています。でこのアデニンの、えー、先のところには、えー、窒素、えー、マイナス電気を持っている窒素とプラス電気を持っている水素がこういうふうに 出ていますでこれの、えー、相方になるチミンはあここに NH で、えー、ここの H がプラスの電気を持っていてここの、えー、酸素というのはマイナスの電気を持っていて、えーまあ、こういうふうなチミンというのもこの1ダッシュの糖にくっついてこういうふうに出てるわけですね。で見ていただいたら分かるようにこことここに、えー、きれいに2本の水素結合を作ることができるので。 このアデニンとチミンのペアっていうのは非常にまあ安定に存在するようになるということになります。続いてグアニンもこの五角形の 1' のところからこういう五角形が出ていて五角形六角形という2う二二つのリングがこうあってこのリングの先に NH2 でここにプラスの電気 NH でプラスの電気。 で O でここにマイナス電気があるわけですけども、えー、相方のシトシンのところにもこの6因間があってここの頭に、えー、窒素っていうマイナスの電気酸素っていうマイナスの電気で NH2 でここにプラスの電気があるのでここに水素結合ペアを3本作ることができてこれも、えー、強力なあペア強力にくっついたあペアになります。 こういうふうにきれいに水素結合が形成されるっていうことから、まあ、アデニンに対しては常にチミングアニンに対してはシトシンというのが選ばれるっていうことになっています。でこういうふうに、まあ、ここせっかく分子の構造を書いたのでこの分子の構造の特徴をもう一つ名前つけておくとこういうふうに5因間6因間っていうこういうふうなリングになっている方をプリン いいうふうふに言いますすプリリンファミリーですね、えー、でこっちのイン間のところに、えー、対応するものを、えー、ピリミジンシトシンとか、えー、チミンっていうのは、えー、とピリミジンって呼ばれるグループに、えー、属すことになります。まあ、名前だけ、えー、分類上の名前だけですが、まあ、あのその名前もちょっと知っておいてもらうといいかもしれません。 さて、えー、とこれでおおよそ、えー、と DNA の分子っていうものがどういうふうに組み上がってるかっていうのが分かったと思いますがじゃあ、えー、もう一回 DNA の情報っていうものを振り返って考えておこうと思います、えー。DNA の情報というのはこういうふうに 5' から 3' に向かってこういうふうに並んでいる文字列で、えー、表現されます。 でこの1次元の文字列が情報に DNA の情報になっているわけです。でュから 3' に流れていくこの文字列に対してこの 3' から 5' に流れていくこの相方のペアの文字列もあるわけですが、えー、と大事なことは。 この上の配列があったら下の配列は分かりますよねちゃんと再構成できますよね作り直せますよねっていうことが大事ですで逆に下の配列があっても下の配列だけでも上の配列っていうのを再構築することができますよねってこれがすごく大事でこういうふうに上だけ見てたら下ができる下だけ見てたら上ができるっていうことから えー、この原理で、えー、と DNA がどんどん複製されて、えー、細胞も増えることができるし、えー、親から子に伝わる、えー、と遺伝情報がどんどん複製されるということになります。 でえー、と体の中で使う時っていうのは、まあ、あのこういうふうに遺伝子情報を、えー、と子孫に残していくもしくはあ細胞に結び細胞に伝えていくっていうそれだけが、まあ、DNA の大事な役割ではなくて、えー、この情報を使ってタンパク質を作るとか、えー、いうこともやっています。まあ、それが非常に重要なあ DNA の役割で。 えとこの DNA のこの設計図を作って、えー、使って、えー、タンパク質を作るということをするんですけども、えー、とまずこの下の配列を使って、えー、例えばこの TAGTT とかなんかこの配列を使ってまず RNA に転写するっていうことをします。でこの下の、えー DNA のことをアンチセンスさっていうふうに言いますがまあちょっと、まあ、あの逆化をセンスさと言っているので、まあ、それの対義語でセンスさじゃない方という。でセンスさの意味はまた後で分かると思いますが、まあ、アンチセンスさと呼びます。で、えー、とここを鋳、e、型にして、えー、RNA ができます。でこれも一、えー、回ほぐして、えー、とこの TAD GTT っていうのからあちゃんと水素結合を作る AUGAA、えー、っていうふうな、まあ、そういうふうなあの文字列をこういうふうに写し取ってくることができるわけですが、えー、とこれで写したの、えー、鎖から写し取った文字列っていうのは、まあ、あの当たり前なんですけどもこの DNA の上の文字列の鎖と酷似、えー、しますむしろ、えー、一緒です。 一箇所だけ違うのはあの RNA ではチミンの代わりにウラシル U っていうのを、えー、使うというとそこだけが違いますそれ以外は全く一緒で合致するわけですね、まあ、それが、あのー、RNA の情報になる DNA から RNA の情報を写し取るということになりますこののし取った RNA の情報から 今度は、えー、とタンパク質を、えー、作るわけですけども、まあ、こうやってできたタンパク質はまたあ一次元情報ではなくて、えー、形をとって、えー、そ,こその形に、えー、形が持っているタンパク質の形が持っているいろいろな機能を出して、えー、と細胞の 働きであるとかっていうのをコントロールして、えっと生命現象に関わってくるということになります。まあだけどもそういうふうなあの根幹になるところっていうのはすべてこの文字列、DNA の文字列っていうところになります。あ、それでえっとこの使われている RNA の情報に国字した上の 鋳、e、型になっている方じゃない方の配列というのはまあこれの意味を持っているということで「センスさ」っていうふうに呼ばれています。で「鋳型」になる方がえとこれの映し取った逆側のもので「アンチセンスさ」というふうになります。